たいですし、うん、まあ、岩田としたらゴールにつなげたいですね。遠藤からのボールといただきます、まあ、ボールの質としてはキーパーが出づらいところの高さってところはすごくこうピンポイントで出したってところをうまくかわしながらというところになります。鈴木、そして遠藤入ってきた、ダイレクトでつなぐ大森、松本、おヒールで杉本健雄、そしてそうな空気はありますよね。そうですね、まあ、こういうところだったかと思うんですが、はい、他それほどね、そうですね、ミドルシュートというシーンはありませんよね、はい、今日のコンディションを考えてもということですかね。なんかここちょっとスイッチ入れていきたいか、遠藤、そして松本、大森、大森もテクニカルな選手ですが、さあ大森どうするか、ここで遠藤だ、遠藤中、杉本健、そして松本、あと残しに行く、あれです、まあ、ここで遠藤をもらったときに、でも周りの関係性と周りの動き出しってところがすごくいいですよね。まあ、遠藤がボール持つと、うん、まあ、少しこう時間が止まりますね。はい、